そして放課後がやってきた。周囲から注目されているせいか、時間が経つのをずいぶん遅く感じた気がする。さあ、カズマ、行きましょう。ああ、ちょっと待ってくれ。今は支度する。おー、これからデートかい、お二人さん。いやー、お熱いこって。な。アホダイゴ、からかうんじゃないわよ。からかうも何も、俺っちは事実を言っているだけだからな。ったく、見せつけてくれるよな。羨ましいったらないぜ。ひなた、君にもついに出れる時が来たんだね。な、何よ、三馬鹿が揃って。カズマ、早く行くわよ。お、おう。せいぜい尻に敷かれないように気をつけろよな、兄弟。うるせえ。大吾に投げやりな言葉を返して教室の出口に向かう。あと、その視界にウイの姿が入って、俺は思わず足を止めていた。ウイ。今日は伊吹に付きっきりでウイとは全く会話ができていなかった。でも気にはなっていたのだ。伊吹とのキスを見られてから全然フォローができていなかったから。な、ウイ。ほらカズマ、何してんの、行くわよ。ああ、それじゃあウイ、また。うん、またね。ウイが控えめに手を振る。その仕草が妙に寂しげに見えたのは俺の気のせいだっただろうか。再三伊吹にせかされ、俺は結局ろくな会話もないまま教室を後にすることになった。それでどこか行きたいところあるか。私は別にカズマと一緒ならどこでも構わないけど。そうか、そう言ってくれるのは嬉しいんだが、どこか暇を潰せるところがあればいいんだけどな。一般に山彦町は娯楽に乏しい。隣町まで出かけなければゲーセンもカラオケも映画館もないのだ。とはいえ今から隣町まで行くのも時間的に厳しいしな。何をうんうなっているんだ、便秘か。誰が便秘だって、こよりいつの間に。気配を悟ることもできんとはまだまだのようだな、藤野カズマ。どこぞの達人じゃあるまいし、そんなことできないって。こんにちは、カズマさん。あれ、まどかちゃん、なんか久々に見るな。まどかちゃんも一緒だったの。はい、今日は私の家でおやつ食べようって東堂さんと一緒に帰っていたんです。今さらだけど珍しい組み合わせだよな。まどかちゃんとこよりって大和なでしこと暴れ馬っていうか。そんな、こら、誰が暴れ馬だ、この便秘マメ。だから違う、まどかちゃん違うからな。俺がうなっていたのは便秘じゃなくて。ではどうしてうなっていたんですか。何か悩み事でも。大したことじゃないわよ。これからどこか遊びに行こうって話してたんだけど、いい場所が思い浮かばなくてね。なるほど、そうだったんですか。そんなことで悩んでいるのか。遊ぶ場所などいくらでもあるだろうに、便秘マンめ。だから違うって。はあ、否定するのにも疲れて俺はため息をついた。でもカズマさんは中津川先輩と一緒にいなくていいんでしょうか。ウイト、どうして。言葉には出さないが、伊吹が露骨に反応している。俺は内心驚々としながらまどかちゃんに聞き返した。あのカズマさん、恋人ができたって話今日小耳に挟んだんですけど。ああ、だからこうして一緒にいるんだけど。まどかちゃんが口元を押さえる。どうやら盛大な勘違いをしていたらしい。ごめんなさい、私てっきり。なるほど、そういう感じの可能性もあるのか。いいって、その先はストップな。はい、すいません。まどかちゃんは汗汗と頭を下げて縮こまってしまった。そこまで恐縮されると逆にこっちが悪い気がしてくる。こら、便秘マン、まどかをいじめるとは許さんぞ、成敗してくれる。だから、なんでそうなる。東堂さん、違
私は大丈夫だから怒らないで。まどかがそう言うなら仕方あるまい。今日のところは許してやろう。いや、今もし俺を成敗してたら多分いぶきにめちゃめちゃしごかれる可能性があるぞ。俺が何したって言うんだ。ごめんなさい、カズマさん。私たちここで失礼させてください。ああそっか、またな、まどかちゃん。あ、ついでに今宵も人をついで扱いすな。はい、さようならです、カズマさん。それから日向先輩も。ええ、さようなら。どこかぶっきらぼうに聞こえる声色で、別れの挨拶をするいぶき。その調子に気づいたかどうか、まどかちゃんはペコリと一礼して小百合と共に俺たちから離れていった。もう1年生にまで知れ渡ってるんだな。あ、ちょっと間違って伝わってたみたいだけど。あ、で、いぶき、結局どこ行こうか。定番だけどマウンテンでも行っとくか。がいい。え？カズマの部屋がいい。俺の部屋って、それは…いいでしょ？もうこそこそする必要ないんだから、堂々としてればいいじゃない。それとも私が来ると何か不都合なことでもあるの？いや、そんなことは。あの本は大丈夫だよな。うん、いやそういう？わかった、なんもないけど、いぶきがいいって言うなら俺の部屋でも構わないぞ。うん、言ったでしょ、カズマと一緒ならどこでもいいって。だから私カズマの部屋がいい。私たちは二人きりになれる場所。いぶきが腕に手を回してくる。平日の通学路、人目も多いはずなのに、いぶきはもう見られることを全く気にしていないみたいだ。というより意識して他人に見せつけようとしている感じさえする。よし、そうと決まればお菓子でも買っていこうぜ。コンビニ寄ってくの？ああ、俺の部屋本当に何にもないからな。事前に言ってくれればもっとちゃんと準備を整えたのだが、あ、それを言っても仕方ないので、俺はいぶきを連れて農村に寄ることにする。それが緊張を和らげるための時間稼ぎだということは多分悟られていないと思いたい。30分後、俺といぶきはよろずよののれんをくぐっていた。ただいま帰りました。こんにちは。おかえりなさい。で、あら、珍しいわね。いぶきも一緒なの？はい、カズマの部屋にお邪魔しようと思って。カズマ？さあ、いぶき、こっち、遠慮はいらないぞ。ちょっとカズマくん、どういうことなの？説明しなさいよ。すいません、姉さん、話は後で。姉さんを振り切るように階段を上る。遅れてついてきたいぶきは困ったような顔をしていた。ねえ、よかったの？千佳さんにちゃんと話さなくて。報告なら後でするよ。お前と一緒の時にしたら絶対からかわれるからな。そうなの？ああ、下手すると1時間くらいあそこで足止め食らう羽目になるぞ。それは遠慮しておきたいわね。だろ？でもまあ、歩には話しておいておいた方がいい気がするけど。あ、歩くん確かカズマの隣の部屋なのよね。もう帰ってるかしら？まあ、どうだろうな。帰ってるなら声かければ返事あるはずだけど。おい、歩。歩の部屋の前で試しに呼びかけてみる。返事はない。どうやらまだ学校からか戻ってないみたいだ。ああ、さては部活かな。いぶきの絵を描いていく以来やる気出してるみたいだったし。そうなんだ。まあ、報告は歩が帰ってきた時にすればいいだろう。じゃあいぶき。うん。自室の扉を開けていぶきを招く。心の準備はできていたはずなのに、いざとなると緊張して声が上ずってしまった。